どうも、わちゃかわです。今回の動画は、こちらのね、800ml のボトル。今ここに8本あるんですけど、こちらね、トカラノコギリクワガタのオスのね、成虫が入ってます。こちらに大体ね、去年の7月頃に産卵セットを割り出して、2例幼虫をこのボトルに投入して、約ね、10ヶ月間くらい経過して、ようやくね、成虫に羽化して、早い個体がね、もう活動開始してる感じなので、今回ね、オスの成虫を掘り出すっていう感じですね。ちょっとね、早い個体。これなんかはね、もうね、ここに、出ちゃってるんですよね。洋室多分下の方で作って、羽化して成虫になってね、もう活動開始して上の方に出ちゃってる個体もいるんで、結構早い時期に羽化してて、もうこの夏にね、この調子だとペアリングいけるんじゃないかなと思います。まあ、今回の動画でね、オスね、この8匹掘り出すんですけど、メスについてはね、ほとんどもう活動開始してゼリーも食べてるので、まあ、今日ね、掘り出すオスでも、もういけそうな個体があったら、すぐ、ペアリングに使えるんじゃないかなと思います。それじゃあね、トカラノコギリクワガタ掘り出していきましょう。それではね、トカラノコギリクワガタ掘り出しやっていきたいと思います。今回掘り出すのは、7月からもう10ヶ月ね、ボトル放置してたボトルもあれば、途中ね、冬場に1回マット交換をしたボトルもあります。で、今掘ってるこのボトルは、もう全くの放置ですね。ずーっと放置で 800ml1 本で孵化させたボトルになります。管理温度がね、去年ね、早い段階で結構ね、低温で管理したものもいたんですけど、低温すぎて、全然育てなかったボトルもあったんで、途中からね、全部、一括22、3度で管理みたいな感じでやってたら、結構ね、早めに羽化したって感じです。おー、出た。結構綺麗だな。こんな感じで、でも、綺麗だな。からの子はね、本当に色が鮮やかなノコギリクワガタで、この色はね、もうね、ほぼほぼ固まってる色ですね。羽化したてだからこういう色ってわけじゃなくて、トカラノコはね、もうこういう感じの色のノコギリクワガタになります。立派。まあでもね、でかくなるとね、70ミリ全然超えてくるノコギリクワガタで、多分ね、これはそんなじゃないな、60ミリもあるかどうかって、感じですかね。ちょっと測ってみましょうか。1匹目、気になるサイズは、あ、でも60あるぞ。60あれば 60.3 とかですね。60あればまあまあまあいい感じですね。1年以下で60あればだいぶいいんじゃないかなと思います。まだね、このサイズだと顎があんまり太さに出てない、スラッと伸びてますけど、もっとね、でかくなればね、もっと顎も太くなりますし、やっぱね、もうちょっと迫力ある感じになると思います。結構ね、足も、なんか爪ももうしっかりしてるんで、まだね、この個体、洋室にいたんですけど、この夏ね、もう、放食するんじゃないかな。他の個体はね、結構、ボトルの上の方にね、這い上がってる個体もいたんで、今季使えるんじゃないかなと思います。今回掘り出すこのトカラノコ、産地が、中之島っていうところで、ちなみにトカラノコギリクワガタは、鹿児島のね、もっと西の方、地図で言うと、鹿児島からもうちょっとね、左下の方にある、島があるんですけど、そのね、トカラ列島に生息しているノコギリクワガタの仲間になります。分類上は、アマミノコギリクワガタのトカラ亜種っていうね、くくりになるので、まあ、奄美の子とか、あとね、沖永良部の子とか、その辺の亜種関係になりますね。本土に生息している普通のノコギリクワガタとは、ちょっとね、種類がまた違う。そっちはまた種が別なんですよね。この亜種の特徴は、このね、口。この口の口吻とか言ったりするのかな？じゃあ、頭唇っていうのかな？この口のところが尖ってて、先端がちょっとね、二股に分かれてるのが、アマミノコギリクワガタの特徴ですね。トカラ亜種もこの特徴がしっかり出てます。で、この個体は、産地がね、トカラ列島の中でも、中之島っていう島なんですよね。どうやらね、トカラノコは、中之島の産地のね、個体が一番ね、体が大きくなる。顎もね、細長く、スラッとね、伸びる産地みたいですね。
なんでこの個体も結構ね、あのこのサイズ帯60ミリくらいで、あの本土のノコギリと比べるとね、結構顎がスラッとね前に伸びてる方なんじゃないかなと思います。まあそんな感じでね、どんどんね次掘り出していきましょう。次はこちらのボトル、これはもう見えちゃってますけども、これもね、あのさっきと同じ感じ、ボトル交換なしで浮かしたんで、さっきよりでかそうだな、この裏返ってる感じ見ると。よし、あでかいでかいでかい、あさっきのよりちょっと迫力ありますね。ただやっぱ顎はまだね、あのそんなに太くない、しっかり水牛してますね。気になるサイズは、ちょっと待って、ここ、あ全然でかい、 64.8、 虫嫌ですね。あ一本管理でもこのくらい出てくれるんですね。結構立派に孵化してくれました。本当はね、トカラの子もっとでかくなるんで、やっぱりね 800ml1 本だとちょっとねもったいないですよね。途中交換あった方がいいと思いますし、最終ボトルね、もうちょっとでかいボトルにすればやっぱもうちょっとサイズが伸びてくれるとは思うんですけど、これもこれでクソかっこいい。お飛ぶか、お前飛ぶか、その動きは飛びたいのか。飛ばない、飛ばないですね。次はこちらのボトルですね。これはね、冬場1回ボトル交換してます。で多分、あうん、浮かしてる、ここで奥の方で浮かしてて、まだこれは活動開始してないボトルですね。これね、ちょっとね、いつあの餌交換したかちょっと記録しっかり残してないんであれなんですけど、幼虫でね、途中で体重測定した時に最終体重が 11.6g ってなってますね。以前ね、あの本土のあの近所で採取した普通のねノコギリクワガタ飼育した時に最終体重 12g とかね、 13g とかその辺だった個体が最終的に 60mm 後半とかね、一番でかいのは 70mm ジャストとかね、そのくらいで羽化してくれたんで、これもね同じような管理して、同じようなあのタイミングで交換してるんで、結構でかく出てるんじゃないかな。さっきの2匹は完全放置だったんですけど、これは途中交換ありなんで、ちょっとねそこ気になるところですよね。あ顎がちょっと見えてる、どうだどうだ、でか、ああま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 あ、それなりだ。いや裏も裏でね、とっからの綺麗ですよね。おー表はこんな感じ、立派じゃないか。さっきのよりちょっとでかいくらいなのかな。まだねサナギの皮がちょっとだけついてますね。うわ色すごい綺麗。あでもこう持った感じそんなにでかくないぞ。60後半はないかな、どうだろう。切り合わせてこのくらい、もう 64.点ちょいだな。そうですね、 64.2 とかそのくらいですね。いやーでも綺麗に入荷してくれましたね。まだやっぱ足がおぼつかない感じ。これどうなんでしょうかね、休眠。多分羽化して1ヶ月も経ってないと思うんで、もしかしたらねこの夏活動しないかもしれないですけど、まあ同じような温度帯でちょっとね管理して待っていきたいと思います。お次のボトルはこれですね。これはここの中で成虫になってます。これ最終体重 11.7 なんで、さっきの個体とまあほぼほぼ同じような管理で同じような体重の個体になりますね。これもまだ今のところね活動は開始してない個体のボトルになります。今回はね本当にあの産卵セット組んで割り出して、最初の時のね管理結構ね温度下げすぎちゃったんで、なんかねあんまりでかくなってないのかなって感じの個体が結構いますね。これもどうでしょう。あでもでかく見えるな、うん、それなりに立派に見えますね。こんな感じ、うん長い、細長く見えますね。さっきよりちょっとでかいんじゃないかな、どうでしょう。あちょっとでかそう。気になるサイズはここ、あれそうでもないちょっと待って、あー64ギリないな、なんかこの辺ですね。 63.9 のね、立派に綺麗に羽化してますね。
お次はね、このボトルいきましょう。これね、多分ここで成虫になってたんですけど、埋まってるんで、おそらくもう上の方に出てきちゃった、そうだ、出てきちゃったボトルですね。もうね、活動を開始してます。これでもあれだ、最終体重 12.7 なんで、結構ね、前測った時でかかった個体なんですけど、こう見ると、あ、すごい、もう完全に威嚇してる。これ活動開始って感じしてますね。ただね、サイズはこう手に取った感じ、そんなに、なんだろうな、 12.7g 幼虫体重乗ってたけど、早めに羽化してそれで今活動開始してるって感じなんでしょうかね。そんなにでかく見えないな。気になるサイズはあるね。すごい、やっぱ活動開始すると力が全然違いますね。測る時にも足の踏ん張りとか抵抗が全然違う。 64.0、 この辺だ。今日のトカラはね、64ミリ前後が多そうですね。このくらい。いやでもやっぱかっこいいな。爪が強い。よいしょ。裏もね、こんな感じ。やっぱね、トカラはね、裏も赤いです。結構ね、綺麗な色してますね。次のボトルはこちらですね。このボトルもね、多分ね、ここで成虫になった後に、ここからね、こう一回登った形跡があって、この間確認した時ね、この辺にもう成虫いたんで、もうね、活動開始して、しようとしてるような個体なんじゃないかなと思います。ちなみにこれ最終体重 12.4g。で、これで2月くらいに一回ね、幼虫測ってますね。一回上がったけど、潜ってますね。ほい。出ました。あ、どうだ、こんな感じ。これちょっとでかく見える。どうですかね。なんかちょっとでかいような気がするな。って言っても実際測るとね、64点いくつだと思うんですけど、どうでしょう、測ってみましょうか。なんかでも長く見えるな。ここ、あ、でかいでかいでかい。 65.3、 やっぱ若干でかいですね。今日掘り出した中では、いやー、いい個体。お次のボトルはこちらですね。これもね、多分ね、ここで浮かして上の方に出ちゃった個体だと思います。いますねこんな感じで、はい、掘り出すのが楽ちん。あー、これちっちゃいな。これなんかちっちゃいですね。顎もちょっと細いし、水牛も水牛なりきれてない感じ。このぐーんと湾曲してる感じ。やっぱり同じ管理してもね、結構サイズにばらつき出ちゃいますよね。ただもうね、バチバチに活動を開始してますね。ここ57.6ミリ、 57.6ミリでした。結構もう歩くのも早いし、すごい威嚇する。それじゃあね、本日ラストはこちらのボトルですね。ここで成虫になってるのか、ちょっとしっかり確認。あ、なってますね。これはね、まだ洋室にいる、この中にいるんで、活動開始してないやつですね。最終体重 11.9。おそらくね、まだね、活動開始してないってことは、幼虫期間長かったんで、ある程度ね、体重乗ってくれてるのかな、どうなのかなという感じではあるんですけど、どうでしょうかね。まあでもさっき一番でかかった65ミリは、もう活動開始してたんで、まあ掘り出さないとね、なんとも言えないですけど、あ、でもでかいぞ。あ、いやいやいや、でかいでかいでかい。出ました。でかく見えますね。まあ、さっきのちっちゃかったからかもしれないですけど、いい感じで浮かしてくれてますね。でもやっぱね、まだ活動開始してない感じ。全然ね、足もおぼつかないし、動きもねスローですね。気になるサイズをね、測っちゃいましょう。ここ、あ、まあ65、さっきのでかいのと同じくらいかな。65.6ミリっていう感じになりました。いやでもね、しっかりね、浮かしてくれましたね。トカラの子。という感じで、まあ今回ね、こちらね、8本の 800ml のボトル掘り出して、トカラの小切りクワガタのね、オス、こちら8匹ね、今回はね、不全なく
全部ねしっかり羽化してました。で今回掘り出した中で一番サイズがでかかったのがこちら、 こっちですね、多分これ最後に掘り出した、65mm、 こちらね 65mm が一番でかいっていう結果になりました。で他のもだいたい64mm 前後のがいっぱいいて、一番小さかったのはこれですね。これが何ミリだ、 57.6mm っていう、個体も出ましたね。今回ね 800ml1 本放置でやったものと、途中ね1回マット交換だけしたもの2パターンいましたが、やっぱりね放置でやっちゃうと 60mm くらいに浮かして、1回交換すると、800ml だと 64mm、最大 65mm くらいがね出るっていう、結果になりましたね。トッカレの子はねシークレコードが 76.6mm って結構ねまだまだ先は長い感じで、本州のノコに比べると、あーやばい、やっぱりねトッカレの子は本当にしっかり飼育すればまだまだね全然でかくなる種類なんで、サイズを狙う場合やっぱ800よりはもうちょっとでかい容器でしっかりねマット交換も1回よりはやっぱ2回やった方がいいのかな。前回ね奄美のコギリクワガタ 80mm 出した時はマット交換1回でいけたんですけど、あれもね最初から 1600ml とかでかい容器で管理できたから結構ね成績が良かったんで、奄美の子やばい動き始めた、ちょっとこの画角で写すのは無理だったか、1匹が脱走してるの戻してる時にもう1匹も出ちゃうって感じなんですけど、まあ、やっぱりねトカラの子ね本気でやる場合はマットね交換する頻度を増やしたりとか、あとはねでかい容器で、管理した方がいいっていうのが、今回のね結果からの考察なんじゃないかなと思います。はい、まあでもね今回ねその小さい容器で早めに孵化させることができたんで、1年1課でね去年産卵させた幼虫がもうね半数くらい活動開始してるので、この夏もねしっかりベアリングさせて卵取って、またね来年もでかいのね、さらにでかいのを狙って孵化させていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。あとはね去年の反省点として、サマセットからね二例幼虫割り出して、それをねすぐ17度くらいの環境に一回ね冷やしちゃったんですよね。それをすると奄美の子もトカラの子もね全然でかくならなかったんで、多分ねノコギリ系は産卵させた時幼虫はね最初の時期多分ね産例初期までは結構ね温度上げてあげた方がいいのかな。それこそやっぱ22度くらいはね温度が必要で、産例になってから冷やすんだったら冷やすみたいな管理方法がいいのかなっていうのが一つと、それでもね奄美の子80mm 出した、時の感覚から言うとそこまで冷やしすぎてもあんまり意味ないのかなって。18度まで冷やすと幼虫期間引っ張れるけど、冷やしすぎでそんなに太ってくれないような気もしなくもないので、理想はね20度くらいのちょっと低いくらいの温度でじっくりっていうのがね一番ノコギリをでかくさせる秘訣なのかなと思います。あとはね冬の温度、冬場だけちょっと温度を下げるかどうか、下げることによって季節感を感じるのかどうかっていうのが一つの、ね、ポイントなのかなと思いますので、ね、ちょっとねそこのところも今後ちょっと意識しながら、ノコギリとかね国産種は飼育ねしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。めっちゃね動き出しても解説しながらちょっとこうやってつつかないと脱走しちゃうんであれなんですけど、まあ、とりあえずね今回掘り出したね、このトカラの子は一旦ゼリーを与えてあげて、ゼリーをね1個丸々しっかりに完食するようになったら、もうねメスももうゼリーいっぱい食べてるんですぐねペアリングさせて、早い個体はねすぐ産卵セットを組んでっていう感じで、まあ7月前にはね、まあ、今期もねトカラの子しっかり増やしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではね今回はねこちらのトカラノコギリクワガタの成虫のね掘り出しの動画になりました。ご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。トカラノコ